スター晴れた日、バスターの家。見て、ママバスが足を怪我した子猫を助けてる。もう大丈夫、包帯で固定したよ。スカウトだ、バスターと一緒に学校に行くんだね。二人は校庭で遊んでる。そんな、スカウトのタイヤに傷がついたよ。バスターに考えがある。何をするんだろう。バスターはスカウトのタイヤをトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしたよ。もう大丈夫、さすがバスター。アッシュも包帯を巻いてってお願いしてる。今度はスカウトが他のタイヤにも包帯が欲しいって。でももうトイレットペーパーはないよ。バンディットが何か企んでる。みんなトイレットペーパーを持っていったよ。そこら中にトイレットペーパーを巻いてる。めちゃくちゃだね。みんなちょっと調子に乗っちゃったみたい。そんな、校庭がトイレットペーパーだらけ。先生はご機嫌斜め。ママバスがバスターを迎えに来たよ。先生が怒ってることに気がつく。バスターはママが子猫を助けてたみたいに自分もスカウトを助けようとしたことを説明する。ママが本物の包帯を巻いてあげるよ。さあおいで。